次に、その他の大学等が所蔵する博士論文の検索・利用方法についてご説明します。探している博士論文が国立国会図書館に所蔵がない、または来館が難しいなどの場合は、別の所蔵場所、公開場所を探します。特に、その論文の提出を受けて学位を授与した大学等において保管または公開されていないかを調べます。平成25年以降、博士論文の公開はインターネットが原則となっており、多くの大学ではこの公開を機関リポジトリや付属図書館のデジタルアーカイブなどで行っています。よって、近年の博士論文であれば、国立国会図書館を利用せず、各大学のホームページで博士論文の全文や要旨を閲覧できることもあります。インターネットで公開されている博士論文を探す場合は、データベースを利用します。その一つであるサイニー・ディサテーションズは、国内の大学及び独立行政法人大学改革支援学位授与機構が授与した博士論文の情報を検索できるサービスで、誰でも無料で利用できます。国内の大学等のリポジトリで公開されている博士論文、国立国会図書館が所蔵する博士論文について、一元的に検索することができます。博士論文本文がデジタル化、公開されていれば、リンクをたどり、本文まで表示できます。IRDB は、国内の機関リポジトリ内のコンテンツのメタデータを検索できます。博士論文のほか、学術雑誌論文、研究報告書、研究企業なども検索対象に含まれます。国立国会図書館では、このデータベースのメタデータを利用することで、機関リポジトリ掲載の博士論文の自動収集を行っています。検索対象を博士論文に絞り込んで検索したい場合は、詳細検索画面で、資源タイプの欄のプルダウンで、ドクトラルセーシスを選択してください。冊子体の博士論文の所蔵確認は、各大学等のホームページ上の増殖検索などで確認できます。例えば、大学でしたら、大学図書館の所蔵検索などです。見つからない場合は、電話などにより直接問い合わせます。保存状況や閲覧の方法は、各大学等によって異なります。それぞれが所蔵・公開する博士論文の閲覧・利用方法については直接お問い合わせください。大学では付属図書館が管理している場合が多いため、まずは大学図書館に問い合わせるのが良いかと思います。なお、様々なツールを使っても見つからない場合もあるかと思います。博士論文は、雑誌に発表した論文を博士論文として提出したり、博士論文として提出した後、改めて本として出版したりすることもあります。探している論文の著者名が分かっている場合、博士論文そのものだけではなく、図書や雑誌記事に掲載がないか探してみると、同じ内容か近いものが見つかる可能性があります。